びちょ濡れ。おはよう、こんにちは。みちょぎさん、ハートありがとう。なんでこんなに髪の毛が濡れているかっていうと、今お風呂に入ったんですよ。あ、違う、なんかもうちょっと余裕を持ってもよかったんですけど、普通になんかもうこんな時間だったので。のるともちゃん、ありがとう。誰もちょっとメガネが史上最強にならないけど、まだ見えない。気まずい。くしぎさん、ありがとう。今日は僕、そうです、今日僕隊があるから早めの配信です。そうです、多分6時半開演だと思う。会場開演だから多分だから6時ぐらいも出ろかなっていう感じ。一本一筋嬉しい。ちょっと気まず濡れすぎて。しんべヱ様、ありがとう。トルコの地下のカフェ行くね。本当に行ってみて、本当にめっちゃ良かった。あのね、うん、めっちゃ良かったです。ラガリウスの会、気まずいよ、すいません。こんなので、もう早く今日は入ったんですけど、ちょ気まず。鈴カフェって男一人でも、でもなんかあのカフェだから結構なんかインスタ映えを目的にしてる女性、こうなんか大学生ぐらいの人が多かったイメージ。そこではまあリアちゃんと行ったのも合わせたら2回ぐらい、計2回行ってますね。ふん、やばい、濡れすぎ。なんかドライヤーさ、一瞬で終わるかなと思って余裕を持たずにお風呂にさっき5時ぐらいに入ったら、ずっとこうやってゆっくり髪の毛隠してたら、髪の毛こうやって洗ってたらもう5時半だったから、あ、やばって感じです。クレヨン星人さん、ありがとう。まだ僕とユニポに会いに来てないから会いに来て、来てほしい。さっきもお風呂入ってる時、僕とユニの歌とかずっと歌ってた。かな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 かった。今日も会、ありがとう。こんなんでも可愛いなんて、気まずい。ほんとに。ちゃんとさん、ハートありがとう。さっぱり。アフリカの星さん、ちゃんとさん、ありがとう。いや入れるよ、全然ダメなんてないから、ルールはないからいけると思いますけど、自分次第。ちゃんたさん、ありがとう。ハリカマハシさん、ありがとう。お風呂って何分ぐらい、ひどい時は2時間3時間入るけど、でも最近は早いかな、30分40分1時間ぐらい。すばらありがとう。そう、自分はニキビができない代わりに乾燥肌なので、化粧水とかをブワーってやんないとやばいです。っていうか最近ちょっと跳ねるんですけど、こっちに髪の毛。アルプスの牧場さん、ありがとう。ダイさん、ありがとう。そう、ボタン消してもらってありがとう。頑張ります。昨日はドラえもん誕生日だったの知ってた。え、わかんない、知らない。カイトさん、かわいい、ありがとう。ダイちゃんだよ、ありがとう。そういえばくね、髪の毛、ごめんなさい、ほんとに。ドゥ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 、2112年の9月、そうなの、
これからリアちゃんの応援してくれ、いってらっしゃい。僕と楽しんでください。皆さんイベント最終時間行けなくてごめんね。大丈夫だよ。アナビハタありがとう。髪やば。でもさ、ボブにしたらさ、ほっといても乾きそうだけど、髪の毛痛みそうだから嫌だ。ちょっと待って、眉毛ない、なさすぎ。ピカシリさんありがとう。学校今日は行ってないね。扇風機で乾かすありちゃう。でもなんか全然、なんか最初はあ乾くの早いなって、なんか長い時に比べたら早いなと思ってたけど、全然遅い。全然時間かかる。15分ぐらい。前までは25分とかだったけど、全然時間かかるんですよね。後ろの方とかうるさい、うるさい、チラルうるさい。後ろの方とか全然乾くの遅いから全然時間かかる。柏木さんありがとう。全然乾く時間かかりますね。では髪の毛を寝る。メイク道具に全部入るの。メイク道具のやつはこんぐらいなんですよ。箱みたいな、フランフランの箱、ピンクの箱のやつで、ほとんど入るけど、入らないやつはなんかブラシ入れる方のこういうさ、なんかこういうポーチがあって、そっちの方に入らないやつは入れてます。あ、ピンセットとかビューラーとかはそっちに入れてる。テンサンダルマンありがとう。テン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 。おぱんちゅうさぎのポーチにメイクレシピのメイク道具全部。いや、それは絶対入らんね。入りません。てかあれにはあんまり入れない。あれはあの持ち運ぶとき、なんかちょっとだけ、なんか5個ぐらい持っていくときとか遊びに行くときに持っていくってだけ。トゥ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 で、おはよう。見て、これかなちゃんにもらったかなちゃんのシール。今日はミュー僕対見に行かないんだけど、かなちゃんとね約束してることがあって。今日かわいい、ありがとう。デンナサンダルもありがとう。そう、トゥ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 。そうなんです。予選結果は2位でした。ありがとうございます。本当にありがとう。ね、土日でやるって言ってたじゃないですか。何ですっけ、土日であれ、お礼配信するって言ってたんですけど、多分日曜日になっちゃう。土日って言ったから日曜日。なんか土曜日は高校の見学、全部の見学とかなんか分かんないんですけど、いろんなとこ行くと思うので。そう、前からね決まってて忘れてたんだよね。だから日曜日にお礼配信すると思います。それか土曜日、でも夜の方がいいね多分。だから日曜日の夜かな。サッチーがサッチーのメイクレシピを作ってほしいって言ってた。本当に？でもあのやつさ2日ぐらいかかったんだよね。自分が編集とかさ、そういうやつ作るのが苦手っていうか、できなくて、うまくなんか一回全部消えちゃったし、なんか 2日ぐらいかかった。1日半2日ぐらい。まるともちゃんありがとう。
フリオってカレーだれ、え、そう、なんかね、キヌジョっていうやつのドライヤーを買おうと思ってるんだけど、なんかどれがいいか今選抜してる。リファのドライヤーか、キヌジョっていうところのドライヤーか、なんかもう一個なんかダイナソーみたいなやつか、どれかにしようかなと思ってる。なんかね、髪の毛は短いけど人より毛量が多いから内側が乾くのが遅い。髪はお風呂入ったのでびしゃびしゃです。カジさんブラありがとう。大丈夫かな、え、わかんない、なんかなんだっけ、忘れちゃったんだけど、何がいいかわかんないからレビューとか見ながらやってる。やってるっていうか分析して一番いいやつを買おうかなって感じ。マヨネメイクでしょ。いや、そんなことないでしょ。洗顔とかね、あるじゃん。そう、めっちゃ時間かかったんだよあれ。そう、細かくこうやって商品名と写真と、なんかあと、なんか多分さ、メイクしない方から見たらまつげとかって、なんか例えば何に使うんだろうって思うじゃないですか。結構商品だけ見せられても、商品名前と商品だけ見せられても、あ、これって何に使うんだろうって思うかなと思って、これ赤の文字でちょっとめっちゃ見にくかったんだけど、これは下地とかまつげとかアイライナー、ダブルラインみたいな、涙袋みたいな感じで一応書いてみました。リファのドライヤー、え、リファのドライヤーね、いいけど、いいって言ってる声も聞いたけど、リファはアイロンが欲しくて、リファのなんかこのちっちゃい黒のアイロンを買おうと思ってるから、ドライヤーは、え、今んとこ一番キヌジョってやつがいいって聞いたんですけど、どうなんですかね。メイクはなっちゃんさんが詳しい。そうなんですか、聞きたい。メイクレシピ、メイクレシピ、やっぱ分かんないじゃないですか。なんか旗からなんかメイクしない人間から見ると絶対分かんないなと思って、ちゃんと商品名と商品画像の上に書いてみました。何、これはまつげですよみたいな、これは下地、これは粉とか書きました。のが分かりやすいかなと思って。でもなんか結構完成した時に見えにくくて、全体的に、それは申し訳ないなって感じです。すいませんって感じで、タタ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 、そう、それじゃあちょっと昨日のドライヤーめっちゃ、え、そう、高いけど物が良かったらいいかなって感じ。物がいいならママと一緒に家族で使えると思うし、買いたいなって感じかな。え、そう、なんかめっちゃ軽いっていうのがあったし、前、そう、前タクシーに乗った時に、タクシーのなんかここにテレビがあるじゃないですか、あの後ろの席のこのちっちゃいテレビ、そこでなんかキヌジョのドライヤー軽いみたいな広告みたいなのがあって、それいいなと思ったのでやりたいなって。そう、前髪かわいい、ほんにごめんね、こんなんで。せいさん、まるさん、ありがとう。うるさー、マキタのプロワーが数する、何それ、忘れっぽいんだよね私。それじゃあちょっと七並べしようかなと思ったりしたりしたので、え、でもさ結構やばいよね時間、 2,3 回しかできないけど50分からするね。あ、でも待ってよ、やっぱやめた57分からするね。時間がちょっとね、僕たちの時間とかぶっちゃったらね怒られそうなので、
やっぱ前つけ、そう、軽いのがね、いいと思うんだよね。いろいろ教えてくれ、教えていただきたい、本当に。お風呂、入ったの入ったよ。そう、なっちゃんさんはね、あれなんです。飼ってる犬種が一匹一緒なので。そう、あのユニットで課外活動でさ、なんか戦いがあるらしいので、ここちょっと練習がってるのにやっていこうかなと思います。嬉しいな、ありがとう。47分からやります。七並べ、こんな飼い主レシピはないの、何それ、のないんだけど、ドッグフードとかってこと。かわいい、ありがとう、ごめんね、こんなのですいません。ちょっと今日はかなちゃんとね、約束していることがある。ピアさん、くしあげさん、たけちゃんさん、ありがとう。全部全部巻き込んで、過去に類を見ない世縁で、頭飛んじゃってギラギラ前へ進め、台風の目。うん、5分置き、次がどうしよう、次が50分かな。あんま時間見ずにやっちゃってるんで、このやつが終わりしたい。トイさん、ハートありがとう。待って、ミスったかもしれない。かなちゃん、今日はツインテールやめようかなって言ってた。マジマジマジンガー、ツインテールやめるの。かなちゃんはずっとツインテールだと思っていました。こんにちは。ワースト10、楽になってる。どういうこと、ちょ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 んちょ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 、どうしよう問題、どうしよう問題、どうしよう問題。こんにちは、七並び順位、なるほどね。エヴァ、今回絶対負けるんですけど、助けて、絶対負けるじゃん、こんなもの。2位だった、やったね。次50分ね。全力一点突破でそば、じゃんじゃんじゃん。A とか K ばかりだと4位確定。そうなの？なるほど。それもね、見ながらちょっとやっていこうかな。はい。A と K でしょ？ちょっと見ていくね。カゴピン、ヤンシゲヤキさん、エンタさん、ありがとう。一枚も出せずに終了まで。そうなの？A が1、1個ずつしかないよ、1個ずつしかないけど、これは大丈夫ってことですかね。
メンバーとしてのメンセンスペーブー、え、やりたいね。手加減しません、私。そういうスペイ病があったらね、確認しないから。あ、待って、これさ、ちょっと負けそうですね。ちょっと待ってよ。ちょっと負けそうな予感が。ちょっとワンちゃんがうるさいんですけど、ごめんね。うん、止めた。やばいぞ、ちょっと枚数だな。うん、口並べやってるので次55分だからみんなやろうね、一緒にやろうね。ちょうどに見合わせてますから。そんな結構無理にじゃん、負けそうです。私も負けそうなんですけど大丈夫かな。私も負けそうなんですけど、ナイスポンありがとう。タタ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 タ、え、こう振る、難しい、難しいです。あー、これはメンバーとも一緒に並べたりする。え、でもなんか最初の時は一緒にみんなで一斉の出でやったりしてましたね。やったりしてたりしたりした。はい、2位でしたね。2位だった。1位すごいじゃないですね。負けそうとか言ってたのに勝ったのかよ。いいね、かわいい、ありがとう。勝ったのかよ。次はうるさーい、静かにして。じゃあ1位目指して頑張ります。55分から次は。ちょっと待ってよ、ハートプラスして。最近の中でもやっぱ負けず嫌い、わかんない、みんなでも負けず嫌いな気がするけど、どうだろう。うるさーい、一郎静かに、静かに。ダメですね、これはダメです。ダダ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 ダ、うわー、痛い、今の耳マジで痛い。元気すぎて困りますよ、あの子は。静かに。ペーパーの先ほどの回、本当に文化祭で、うわ、うるさい、耳と頭痛。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。なんか頭痛い時に叫ばれちゃうと本当に頭痛くなるのでやめていただいて。うちはもうちょっと、嬉しい。うちはって、ペンライトってどこで振る場面があるんですか。文化祭で振る場面ある。あいひなさん、かわいい、ありがとう。ハートもありがとう。うるさーい。マジで。流星さん、まさねこさん、かぐぴん、ありがとう。2回連続ありがとう。もう本当にやめて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 。もうこれはね、多分ラストなので、1位を目標にして頑張ります。本当にうるさいかもしれない、君。待って、でもさ、 K 多いかな、 K がちょっと多い、どうしような。うるさい、
回ここで待ってよ、ちょっとやばいかもしれないとか思ったりしちゃったり難しいんですねこのゲーム本当に。マジで、でも勝てないときは本当に勝てないし、勝てるときは勝てる、一瞬でなくなるときは一瞬なくなるけど、めっちゃ勝てるってときはめっちゃ勝てるけど、えってときはマジで出せないし負けちゃう。こんばんは。うおうるさい、静かに。あ、間違えた、あ、間違えた、ミスった。ミスりを起こしてしまった。え、もう最悪、これも出せないじゃん、最悪なんだけど。え、最悪なんですけど、うるさいうるさい、ちょっと最悪すぎる。積んだ餅、さすがに積んだ餅。これみんな今日も元気です。え、待って、最悪すぎるんですけど、どうしよう、まずい、それな、まずい、やばい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 、ピンチ。再開チャンネル、ライトビフォーの数の、え、本当に。よし、じゃあ今日はこちらで終了しようと。またね、七並べするのでね。まあでもさっき2位だったんで大丈夫です。私はそう、よくねこういうのあるんですけど、13位ダイスさん、12位マユヒナさん、11位カゴピン、10位電脳さん、9位オナピー、8位ユーニャン、7位カイタさん、6位セイさん、5位ポヨン星人さん、4位カシアギさん、3位チェンタさん、2位スバル、1位は村友ちゃんでした。配信見に来てくれてありがとう。それじゃあまた明日も配信に来てください。ちょっとね、ごめんね、またするから、いつか、ごめんね、またいつかするので。え、それでも、え、またするからね。ちょっと僕隊が始まる前にね、ちょっと切り上げようと思ってたので、ごめんね。え、じゃあ今日僕隊見に行く人はぜひ楽しんでください。そしてまた明日も配信見に来てください。じゃあねー、学校頑張るね、バイバーイ。ごめんね、こんな髪の毛びちょ濡れで配信しちゃって申し訳ない。興味僕とは行かないんだよね、バイバーイ。けどかなうちゃんと約束があるので、じゃあねー。